乃木坂46の5期生で3月23日発売のシングル、アクチュアリーのセンターを務める中西アルノ、18が活動自粛をすることを3日、グループの公式サイトで発表した。また、当社では、加入以前の行動に関しては法律に反すること以外は不問としておりますが、今回の件に関しては、本人の保護と育成のため、一定期間本人の活動を自粛することにいたしました、と活動を自粛することを報告した。公式サイトに中西は、今一度、自分の言葉で私のことと今の思いについて知っていただく必要があると感じ、お話ししたいと思います、とし、私はなかなか一貫の女子校に通っていました。高校1年生から徐々に心と体のバランスが崩れてしまい学校に通えなくなり、高校2年生の夏に定時制の高校に転校しました。その頃に始めた SNS では、日々の生活の鬱憤を吐き出すことで心身のバランスを持とうとしていました。今帰り見ると、ひどい投稿が多く、本当に悔恨に苛まれます。私の過去の投稿を知ることで多くの方が不快に思われたと思います。本当に申し訳ありません、と謝罪した。さらに、転校先の高校では今まで知り合うことのなかった人たちと出会うことで、私の価値観と視野を大きく広げることができました。多様性を認めることは、すなわち不完全な自分、完璧でない自分を容認すること。すべて私であると認めて、うまく自分自身と付き合うようになっていきました、と記した。Thank you.